はい、どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回ですねこちらをちょっと購入しました。はい、これの前に使っていたツインバードの掃除機があるんですけども、それが壊れてしまいました。せっかく買えるタイミングっていうことで、まあ、僕も新しいものが好きですし、ガジェットが好きですし、お掃除の手間だったりとか意思のエネルギーっていうのを節約して、その余った分を他にそのやりたいことに使いたいっていうのはずっと思ってました。ただやっぱぶっちゃけどうなのよっていうところがよく分かんなかったですね。まあいろいろ種類もありますし、やっぱりお掃除って言ったらルンバかなみたいなところもあったんですけど、ルンバの最上級の性能が半額ぐらいだよみたいな、すごいコスパいいんだよっていうことで、すごい猛烈にレビューされてたんで、まあ僕もこういうタイミングなんでせっかくだって買ってみようということで、ちょっとこれをですね、Amazon で1万円引きの4万9800円で買いました。はい、なので今回それを使ってみたいと思います。とあるメーカーのアンケートによると、そのお掃除ロボットを使っているっていうのは共働き世代でマックス 31% だったらしいんですね。はい、なので、まあ、このお掃除ロボット実際どうなのよっていうのがちょっと気になっている方は、今回の動画参考になってくれるかもしれないので、まあ、最後まで見てくれたら嬉しいです。アンカー、まあ、いろんなパソコンの充電器とかいろいろ作ってますけども、アンカーさんから出ているグーフィーですかね。ちょっと読み方が分かんなくて申し訳ないんですけどもっていうやつです。あ、で型番がX8 ロボバッグっていうものですね。吸引もするし、モップ掛けもできるっていう 2-in-1 機能があります。ここ入っちゃダメだよ、ここ掃除しちゃダメだよ、みたいなものをこう、設定できるということと、1階、2階、3階、まあ、家全体をマッピングできますよっていう。僕が住んでいるところが今ワンフロアなので、その機能をお見せすることはできないんですけども、もし2階、3階に打点に住んでますっていう人がいたら、これ、役立つかもしれないです。はい。オープン。おー、かっこいい。じゃないね。はい。で、これが本体です。おー、真っ白。おしゃれですね。これが本体なんですけど、結構重いですね。重さが書いてないな。うん、まあでも重さ、体感だと3キロっていう感じです。で、これが、犬で言うとハウスですね。じゃあまずこれを設置しちゃいましょう。どこにしようかな。あ、ここいいんじゃないですか。このコンセントを挿して、あ、なるほど、ちゃんとこうケーブルが見えないようにできるのも、あ、いいですね。はい、そしてこれが本体ですね。じゃあ早速セットしちゃいましょう。あ、すごい、タイヤがちゃんと段差も乗り越えられるようにオフロード仕様になってます。で、これが裏側ですね。ここにダストを溜めるところがあって、で、ここにこう巻き込んでいくっていう形ですね。で、これがタイヤがあって、これがこうなんか回転することで、ホコリがこっちにこう集まってくるっていう形だと思います。この金属の部分と、この金属部分が設置することで充電されるということで、いやー、未来を感じざるを得ません。設置しますか。よいしょ。ん？おう。おう、光りました。充電中です。あ、喋ってくれるんですね。平べったいんですけども、面積はあるので、ちょっと存在感はあるかなって思います。でも壁と同一化してるんで、そんな目立たないんですけど。充電ステーションの左右が1メートル離れるように隙間があるように置くということ。あ、うん、多分これが正解ですね。で、次はアプリをダウンロードですね。イウヒホームですかね。100万件以上ダウンロード実績あるということで、信頼の証をインストール。セットアップは数秒で完了しますと。はい、自宅の Wi-Fi を接続して、あ、接続できませんでしたってなってます。何でしょう、もう一回。おい、はい、ということで無事デバイスが追加されましたけども、いやー、大変でした。なんか、ここの Wi-Fi がですね、5GHz に対応している Wi-Fi ルーターを使ってたんですね。まあ、そういう設定をしてたんですけども、これがですね、2.4GHz じゃないと接続できませんっていうので、ずっとエラーになってたんですよ。なので、Wi-Fi ルーターの初期設定画面からやり直してました。2.4GHz とか 5GHz とか何ですか？美味しいんですか？っていう人にとっては、かなり大変なんじゃないかなって思いました。はい、ということで、じゃあ名前を変更して保存と。はい、完了、これできました。はい、で、元の位置に戻しまして、今スマホには充電中って表示されてます。で、再生を押すと何になるんでしょう。よ。掃除を
掃除を開始しますと。お、始まりました。おお、なんかすごいとこ登って、すごいとこ登っちゃった。あ、すごい。あららららら、あららららら。あー、でもなんとか避けて。すごいな。いや、ここの隙間はさすがに無理でしょう。あ、なるほど、戻った戻った面白いですね。なんかレビューに書いてあった通り、音はそんなに気にならないです。でもなんか掃除機をバーンって回すよりかは全然うるさくないです。そうですよね、ロボが掃除しやすいようにこういった隙間もなくしていかないといけないですね。え、もう間取り掴んだのっていうぐらい、もう次は真ん中を掃除し始めました。あ、そうなんだよ、当たっちゃうんだよね、そこね。さあ、どうする。すごいな、賢いな。隣の部屋には、あ、来た。うわ、来た。次は隣の部屋の散策ですか。うわ、賢い、すごい。なんかいろいろ迷ってたみたいなんで、結果こうなりました。あ、みんなこうやってんのってそういう理由だったんですね。あの、掃除ロボに優しくするために床面積を広げました。あ、すごい、ちゃんと隣の玄関スペースまで行きましたね。賢いなあ。でもやっぱお掃除ロボットを導入した人のレビューとか見るとよくわかるんですけど、こういうものを床をね、いかに開けていくかっていう、そこを気にしだしますね。あ、そこはどうしよう、玄関だからあんま行ってほしくないんだけどな。なんかああやって勝手に動いてるのを見るとロボットだなって思いますね。あっと、玄関に置いてあったこのコンバットを吹き飛ばしましたね。あらららら。どうしようかな。そう、あの端に置いてあったんで、まあ、後でここの玄関スペースは立ち入らないように設定をしたいと思います。多分できるね。まあ、普段はドアを開けといた方が掃除しやすいと思うんですけど、このドアの裏に関しては、さすがに自分たちでやらないといけなくなりそうですね。もうしょうがないんで、俺さすがにやります。こういうところとか。リビングルームに戻ってきました。さあ、次どうするんでしょう。はい、リビングルームはもう終わってますよ。あー、すごい。あー、一周して。うーわー。充電中です。賢い。で、この掃除ロボをタップすると、おー、すごい。正確な位置情報がマッピングされました。この部屋の間取りですね。こんなんでいいんじゃないでしょうか。ね、ここぞ、うんと。そうすると、侵入禁止エリアが設定ってされましたと。すごいっす。で、あとこのブースト IQ っていうのは、この床環境に合わせた最適な吸引力で掃除をしますっていうので、また、あの AI が、勝手にやってくれるんだと思うんですけども、まあ、僕の場合はずっとフローリングなので、まあ、ここは関係ないかなと、ずっと静音でいいかなって思います。あとはまあ、何時から何時に掃除をしてほしいみたいな予約ができると思うんですけど、これ多分お掃除予約ですよね。あ、ありました。で、スケジュールを追加するで、まあ僕の場合はこの1日2回でいいかなと思うんですけど、1日2回も掃除してくれるの助かる。じゃあと実際どれぐらいゴミが取れたのかっていうのも再確認していきたいんですけど、あ、外しやすい。これだけでいいんですね。さっきクイックルワイパーかけたんですけども、それでもしっかり取れちゃいましたね。いやー、でもすごい、ちゃんと取れてます。あー、なるほど、こうやって開くんですね。あー、なるほど、なるほど。あ、ちゃんと汚れがなんか、細かいのがなってますね。さっき掃除したはずだったんですけど、実はまだまだ汚れてたっていう、その事実がもうショック。って思い出したんですけど、フィルターにはティッシュを1枚挟むだけで、すごい掃除の手間が楽になるそうなんですね。で、ちょっと僕もやってみたいと思います。はい。で、あとは戻すだけです。はい。簡単。あ、なるほど。ちょっとこのブラシが回転して、こう回転してるんですけど、そのこの部分がちょっと埃がつきてますね。はい。なんで、まあ、この部分もちょっと軽く掃除してあげて、
あとはこのゴムの部分ですね。このタイヤのゴムの部分が、まあこれからちょっとずつ汚れてくるのかなって思うんで、まあそしたら汚れた場合、この都度掃除していくっていうのがいいと思います。まああとこの部分ですね。この部分ちょっと汚れていくかなと思うんですけど、まあ常にこれで綺麗にしておけば、そんなに汚れもひどくならないと思うんで、あとは使っていく中でどう汚れていくのかっていうのはね、また試していきたいと思います。なるほど。あとはここもちょっと埃がついちゃうんですね。なるほど、なるほど。まあここもさーっと拭いて OK です。はい、 OK。 じゃあ頭戻してと。おはようございます。ということで、翌朝の8時21分になりました。はい、起きました。で、今換気したり、ちょっと洗濯物干したりしてるんですけども、まあ、せっかくなんでね、そのついでにこのお掃除ロボも稼働させちゃいましょう。本当は朝の10時に動くようにセットはしてあるんですけど、予約はしてあるんですけど、やっぱり動いてるところを見たいっていうのがあるんで、早速動いてくれました。ただ昨日とはね、洗濯物の位置が違うわけなんで、そこをどう読み取っていくのかっていうね、ちゃんとやってくれるはずです。あ、スタックしてしまいました。あー、ここの段差が乗っかっちゃって、バックしようとしたらこれに突っかかっちゃってっていうやつですね。なるほど。じゃあもうちょっとお掃除ロボットに優しい配置にしないといけないですね。まあ、ここの段差もうちょっとなんか何かで上げるっていうことをしたいと思います。よいしょ。あ、でもこれ自分がいなかったらこのまま止まってたってことですもんね。あー、危なかった。じゃあこれもね、また洗いましたんで、セットし直して、はい、これで終わりです。まあ、ずいぶん前からお掃除ロボットはありましたけども、もっと早くやってよかったなってちょっと思いました。はい、他にもいろいろこう QOL が上がるようなそういう家電がもうどんどん増えてると思うので、2023年はそういうのも少しずつ試せたらいいなと。で、そして QOL をちょっとまたね、よりアップできたらいいなって思いました。はい、ということで今回の動画はちょっとでも参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。